皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。本日のレッスンは、自分のスイングの調子が悪くなった時、違和感を感じる時、見直すべき、ポイントについて説明をしていきます。前々回のですね、動画を2本上げさせていただいております。この動画では、腰から腰のチェックポイント、そして肩から肩のチェックポイント、最低限抑えておくべきポイントというのを お伝えしています。調子悪くなった時にこのポイントをしっかりと思い出して練習を進めてください。今回はですね、インパクトの形というのを、正しく作れているかどうかチェックしていきます。今ですね、この振り幅、ここまで作れた時に、それでもまだ綺麗にボールが打てないという方は、インパクトでボールを触りに行こうとする動きというのが自然に作られてしまっているケースが非常に多いです。なので今回、インパクトという動きをちょっとピックアップして説明をしていきます。まずインパクトでの正しい形というのは、この調子悪くなってくると、ボールを当てたいという気持ちが強くなってきますので、右手が自然に伸びてきてしまいます。ただ正しいインパクトというのは、右の肘がこの右のお腹にひっついた状態でインパクトを捉えていく動きというのが正しくなってきます。また左の脇も軽く締まった状態で、体の近くを通してインパクトを作るのが正しい動きなんですけども、調子悪くなってくると、左このように開いてしまったり、右の脇がこう開いて打ちに行ってしまったり、こうなってしまうと、もう球筋はバラバラになってしまいますので、方向性を安定させる上では難しくなってきます。今回やっていただきたいのは2つの練習方法です。まず1つ目は、この右の肘を前に出ないように押さえて、腰から腰のスイングでこう練習をしていく。これも小さい動きから練習をしていきます。基本的にインパクトの形ですので、腰から腰ができれば OK です。続いての練習方法は、次は左脇がガッと開かないようにしていく必要があるので、この右の手を脇に入れてください。脇に入れて、しっかりとこの脇で右の手のひらを押さえてください。これは難しいので、もし打たれる方はティーアップで練習をしていってほしいんですけども、打てない方は素振りだけで結構です。このような形です。こうすると、左の脇の締まり具合というのが分かって、手だけが先行するスイングというのがなくなってきます。体と同調したスイングになってきますので、調子が悪くなった時、ぜひこの2つの練習方法を試してみてください。インパクトの形でですね、右の肘をくっつけたインパクト、伸びていないインパクト、そして左の脇が開いてこない、左肘が引かないインパクトというのを学んで見直してみてください。ゴルフのスイングの基本を一から学びたい方は、説明欄にですね、動画、無料動画で公開していますので、こちらで学ぶようにしてください。基本を学んで戻る場所を作っていきましょう。以上で本日のレッスンを終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。あなたのゴルフを格段に上達させる PGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで、飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。いつも動画レッスンをご視聴いただきありがとうございます。コメントやいつも応援してくださる皆様、本当に感謝しています。随時新しいレッスン動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画とテキストで学べる無料レッスンも公開しておりますので、そちらもぜひゲットしてください。